にちは、こんばんは、ヤスルです。サウンドピースさんから超強力なワイヤレスイヤホンの提供です。1万円台でネムスドライバーを搭載。こんなことして大丈夫なの、サウンドピースさん。サウンドピースカプセル3プロプラス、イヤホンの新時代ドライバー、ネムスドライバー。半導体製造の技術を用いられて作る、それはこれまでのドライバーとは異なる新次元のドライバー。クリアで踏みのない安定した音を鳴らすと聞いています。ネムスドライバーの仕組みを聞いただけでもワクワクするような製品ですよ。それではどうぞ。カプセル3プロプラス見ていきます。見た感じカプセル3プロと同じ形状、変わっているのは中身だけですかね。カプセル3プロは以前レビューさせていただいたので、後ほど比較もしてみたいと思います。今回はね、ハイレゾオーディオ対応、高質コーデックとしては LDAC に対応しています。メムスドライバーって新技術を紹介しているサイトとかで見たことはあったんです。出始めは高いだろうし、自分が体験するのはまだまだ先なんだろうなくらいにしか思ってなかったのですが、サウンドピースさんがそれをこんなに早く実現してくれるなんて思ってもなかったですよ。パッケージの背面にスペックが簡単にまとめられています。 12mm のダイナミックドライバーと XMEMS 製のメムスドライバー、2世代目となるアンプ、充電ケース併用で最大43時間の再生が可能、ハイブリッドアクティブノイズキャンセリング搭載。やはり一番はメムスドライバー搭載が目玉ですよね。メムスドライバーには XMEMS 社のコーウェルが採用されているとのこと。ちなみにこんな形をしているそうです。これがスピーカーって形してますよね。天面の窓から見える部分が段ボールの蓋のような形になっています。この蓋の部分は電気を加えるとパタパタと動くのです。それによって音を出しているんですって。びっくり。半導体と同じようにシリコンウェア状に回路を形成して作るので、一度に同じ品質のものが大量に作れるってわけです。なんて言ってる間にパッケージ開封。カプセル3プロよりちょっと高級な箱に入ってる気がするのは気のせいですかね。ただし充電ケースは同じ形状な気がします。保護フィルムを取り除いて見てみましょう。マットブラックの充電ケースです。裏側のヒンジ部分にはいつものサウンドピースのロゴ、底面には充電用の USB-C ポート、その右側にはファンクションボタン、Bluetooth のペアリングやリセット時に操作します。正面の右側には Here you are imagination の文字が、あなたの想像力がここにでしょうか。それでは充電ケースをね、開けてみます。イヤホン本体が出てきましたが、見た感じカプセル3プロと同じ。同じですね。イヤホンの形はカプセル3プロと同じですね。見た目の違いというと、ゴールドの装飾がピンクゴールドからイエローゴールドに変わってるくらい。じっくり見ても変わりはなさそう。内部的にはメムスドライバーを搭載して大きく変わってる気がするのですが、外観はカプセル3プロと同じにしてある。これはサウンドピースさんがカプセル3プロのイヤーピース形状に自信を持っている表れですかね。確かに耳につきやすい形状でぴったりフィットするので、個人的には気に入っています。このイヤホンの形状で特徴的なのが、耳の外に出る部分が小ぶりなこと。小ぶりで軽量なので外れにくい。個人的にはオペラとかより好きな形状です。もう少し近くでじっくり見てみます。イエローゴールドの装飾は結構細かいテクスチャが入っています。ノズル先端は特徴的なメッシュ、網じゃなくて不均一な穴が開いている珍しいタイプですよね。上側には細かいメッシュの抜き穴、ここに小さな穴が1つ、2つ、3つ。通話用マイクが1つ、アクティブノイズキャンセリング用のマイクが2つ搭載されています。この小さなイヤホンに3つもマイクが搭載されているなんてすごいですよね。最近じゃ当たり前のようにイヤホンに複数のマイクが搭載されていますが、よく考えるとすごい技術だなと思います。ワイヤレスイヤホンは技術の塊といっても過言ではないでしょう。しかもそれが1万円程度で手に入る、なんとも素晴らしいことです。付属品も見ておきましょう。
パッケージの蓋に包装された付属品が入っています。中身はユーザーガイドとピーツくんのシール、充電用の USB-A2C ケーブルとイヤーピースのショート大サイズ、耳の穴のサイズや好み合わせて付け替えてくださいね。付属品は以上。取説の中身を見ておきましょうか。多国語で収録されています。日本語ももちろんあります。簡単にまとめると、ペアリング&リセットの方法、操作方法、充電ケースの使い方が説明されています。サウンドピッツさんのイヤホンを使ったことがある人なら迷うことはないですし、初めてでも簡単です。それではね、ペアリングをして実際に使ってみますね。それではカプセル3プロプラス使ってみます。まずはペアリングの仕方。充電ケースの蓋を開けて底面のボタンを長押し、インジケーターが白点滅になったら OK。 これでペアリング待機状態です。スマホなどの Bluetooth 設定でカプセル3 Pro Plus とペアリングします。この画面は Android スマホのもの。ペアリングする製品によって画面や操作は異なるので参考に。これも機種によりますが、ペアリング後の設定画面から高音質コーデックの LDAC を有効にすることができます。ここですね。充電ケースのボタンで操作できることはもう一つ、ボタンを長押し。白点滅しますが、さらに長押し続けると赤白に点滅します。インジケーターが消えるとリセット完了です。ペアリングや設定情報がすべてリセットされます。今度はイヤホン本体の操作。側面のイエローゴールド部分はタッチセンサーになっています。タップ、ダブルタップ、トリプルタップ、ロングタップで操作ができます。操作は後に説明するスマホアプリで片側4種、左右で8種類の操作を割り当てられます。スマホアプリの説明をしておきましょう。アプリはピーツオーディオです。サウンドピーツさんのアプリはもう一つサウンドピーツアプリがありますが、カプセル3プロプラスはサウンドピーツアプリに対応していないので注意。カプセル3プロプラスとペアリングした状態でアプリを立ち上げてデバイスを追加します。デバイスの検索ができると画面が変わって正常にデバイスの追加ができました。このアプリではカプセル3プロプラスの設定ができます。まずは右上のメニューからデバイス情報の確認やファームウェアのアップデートが行えます。ファームウェアのアップデートはアプリ立ち上げ時に新しいバージョンがある場合にはポップアップで通知してくれます。その他に音声ガイダンスの言語切り替えができます。日本語を含む4カ国語から選択可能。電源オンオフや ANC モードの変更時などに流れる音声ガイダンスを変更できます。続いて ANC モードの選択、ノイズキャンセリングオン、ノーマル、外音取り込みの3パターン。ノイズキャンセリングは最大マイナス 45dB のノイズ低減が望めます。ハイブリッド方式と呼ばれる耳の内部の構造や装着状態、周囲の騒音に合わせて自動調整される方式です。タッチを無効にする。これをオンにするとタッチセンサーが無効化され、イヤホンでの操作ができなくなります。ゲームモード、オンにすると音声の遅延が減少するようです。カスタムキー、左右のワンタップ、ダブルタップ、トリプルタップ、ロングタップに好きな操作を割り付けられます。ヤスルのおすすめはワンタップ時の操作を無効にすること。装着時などに動作しにくくなるので使い勝手が上がります。割り付けられる操作は無効を含めて9種類。自分の使いやすいように設定すれば OK。 この機能はいいですね。デバイスのダブルとあるのはマルチポイントの有効化です。有効にすると2種類の機器とペアリングできるようになりますが、LDAC コーデックが使えなくなります。次は音質調整の設定をします。スライドアイコンをタップ。イコライザー設定の画面になります。プリセットから選んだり自分で調整もできますが、おすすめは適用型イコライザー。イヤホンからビープ音が流れるので、聞こえたらタップしていくだけで自分の耳に合ったイコライザーが自動で設定できます。実際にやってみますね。音楽の再生を停止してできるだけ静かな環境で実施してください。イヤホンから低い周波数、音量から順番にビープ音が再生されます。はっきり聞こえたら音が聞こえましたをタップ。次々に周波数、音量を変えてビープ音が再生されます。測定が終わりました。
私のイコライザーカーブはこんな感じ。中高音域が少し持ち上げられていますね。その他のプリセットは全部で9種類。自分で設定するカスタムイコライザーは複数保存できます。10バンドのイコライザーを調整して自分の好みの音になったら名前を付けて保存できます。アプリは以上ですね。次はカプセル3プロプラスを実際に聞いてみた感想です。はい、それではカプセル3プロプラスで聞いてみた感想です。圧倒的に中高音域が聞こえます。耳に届きます。高音が出てるっていうと長時間聞いていると疲れたりキンキン耳障りだったりすることがままあるのですが、カプセル3プロプラスに限ってはそれがないです。中高音域がしっかり聞こえるのに耳障りにならない。カプセル3プロと聞き比べると違いに驚きます。見た目はほぼ同じこの2種類、出てくる音が全然違います。なんならカプセル3プロプラスでいいのかって思うくらい。カプセル4とかでもいいんじゃないのって思いました。1万円台で MEMS ドライバーを搭載してきたのも驚きでしたが、1万円台で聞ける音としてはかなりいい。実は低音も良くなるんです。 12mm のダイナミックドライバーが担っている低音部分、これまで 12mm がフルレンジで鳴らしていたのを MEMS ドライバーと役割分担することで締まった低音を鳴らしてくれていると感じます。ちゃんと音域が分離してクリアになっているんです。 12mm のダイナミックドライバーのみのカプセル3 Pro と比べるとよくわかります。カプセル3 Pro も決して音が良くないわけじゃないんです。正確にはなかったんですか。カプセル3 Pro Plus を聞いてしまって今ではただただ MEMS ドライバーの恩恵に感心するのみです。褒めてばかりますが気になる点もいくつか。一つは中高音域がよく聞こえ低音が締まって聞こえるようになった結果、いわゆるドンシャリな音ってやつに近くなります。個人的にはドンシャリは好きなので問題ないのですが、人によっては気になると言われる方もいらっしゃるかもしれません。そんな時はね、ぜひスマホアプリで設定できるイコライザーを試してみてください。特に自分の耳に合わせて設定できる適応型イコライザーは結構効果的です。あともう一つ、ノイズキャンセリングはもう少しかなという感じがしています。十分な効果ではあるのですが、装着した瞬間に静寂が訪れるって感じではないかな。まあわがままな意見です。基本的には十分な性能の ANC ではあります。最後にレビューまとめ。1万円台で最新技術の MEMS ドライバーを搭載したワイヤレスイヤホンサウンドピースカプセル3プロプラス、12mm のダイナミックドライバーと MEMS ドライバーによるタイトな低音とクリアな中高音域が特徴です。おそらく1万円台で買えるワイヤレスイヤホンの中ではトップクラスにいい音が出るイヤホンでしょう。そう断言できるくらいの音質の良さです。バッテリー持ちはイヤホン単体で 6.5 時間、充電ケースと併用すれば最大43時間、1日2時間程度聞いたとすると20日間以上。バッテリー持ちで不満を言い出す人はいないでしょう。これが 15,480 円で買える MEMS ドライバー搭載だとこの倍くらいのお値段感覚。サウンドピースさん相当頑張ったんだと思います。1万円台のワイヤレスイヤホンで買うならこれと勧めたい製品に仕上がってますよ。いかがでしたでしょうか。サウンドピースカプセル3プロプラス、プラスがついただけなんてことはありません。プラス以上のものがここにはあります。最先端の MEMS ドライバーを搭載してより高音質なイヤホンに生まれ変わったカプセル3プロプラス、きっとこれを耳にした皆さんが驚くでしょう。そんな体験ができる新世代のワイヤレスイヤホンです。動画の詳細欄に製品サイトや購入先リンクを記載しておきます。ぜひご覧ください。本日もご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。それではまた。